ポーイソ伯爵は、イギリスの伯爵、貴族。有史以来3度創設されており、第1期は、イングランド貴族、第2期は、グレートブリテン貴族、第3期は、連合王国貴族としての助爵である。現存する、第3期は、第2代、クライブ男爵エドワード・クライブが1801年に、調されたことに始まるため、本校では、前身となった。 クライブ男爵についても触れる。スチュアート長の帝神ウィリアム・ハーバートが1674年4月4日に、イングランド貴族爵位のモンゴメリー州、ポイスのポイス、白爵に除された。彼は続く1687年に、ポイス公爵に、昇る爵している。しかし、その孫に当たる三代公爵ウィリアムが死し,しなく没すると、すべての爵位は廃絶した。なお、 一族の居城や辞書は、当園のヘンリー・ハーバートが相続するとともに、第二期のポーイス伯爵女爵につながることとなる。初代伯ヘンリー・ハーバートとその家族を描いた絵画、ハーバート家の一員ヘンリー・ハーバートは、ホイック等の政治家で、王室会計監査官や、王室水道長官を歴任した。彼は、第一期のポーイス伯爵が廃絶した1748年に、 モンゴメリー州における、ポイス城のポイス伯爵に除されているが、これが、第2期としての創設である。なお彼はこの除爵に先立つ1743年12月21日に、シュロップシャーシューチャーブリーのハーバート断爵に除されていた、ほか、伯爵位創設時に、合わせて、シュロップシャーシューラドローのラドロー死爵及び、モンゴメリー州における、 ポーイス城のポーイス断尺を授けられている。また、1749年には、特別継承権が付与された、チャーブリー及びラドローのハーバード断尺にも上されている。これら一連の爵位は、すべてグレートブリテン貴族爵位である。しかし、初代博の後を継いだ二代博ジョージが1801年に、没するとすべての有資格者が途絶えていたため、上記の借位はわずか二代にして、 ことごとく廃絶した。ジョージの死後は彼の末妹ヘンリエッタが一族の所領と財産を相続した。伯爵家のソロバート・クライブ一族の邸宅であるポーイス上軍人ロバート・クライブはプラッシーの戦いに勝利して帰国した後、その功績から1762年にアイルランド貴族爵位のクレア・兼プラッシーのクライブ、男爵に除された。 彼が1774年に自災を遂げると、借位はその息子のエドワードが継承した。二代男爵エドワードは1784年に、ポーイス伯爵家令嬢、ヘンリエッタ・ハーバートと結婚した。1801年に、妻の兄ジョージが死し,しなく没すると、クライブ男爵家がその財産を相続している。彼は、シュロップシャー州等艦在職中の1794年に、 グレートブリテン貴族として、シュロップシャー州、ウォルコットのクライブ男爵に除爵されたことを皮切りに、1804年にはポイソ伯爵に少女したため、女系継承を通して伯爵位再高を果たした。なお伯爵位除爵時に合わせて、シュロップシャー州ラドローのクライブ子爵、シュロップシャー州チャーブリーの、チャーブリーのハーバート男爵及び、モンゴメリー州、 ポーイス上のポーイス男爵を授けられており、一連の爵位はすべて連合王国貴族爵位である。二大伯エドワードは1807年に直居を得て、一族の姓をクライブから母方のハーバートへと改正している。その孫にあたる四大伯ジョージには二人の息子がいたが、長男は第一次世界大戦下の孫武の戦いで、次男は第二次世界大戦で、 両名とも戦死していたため、灼位は、いとこのエドワードに相続された。五大伯、エドワードの後は、その弟クリスティアンに継承されたが、彼にも子がなかったため、さらにいとこであるジョージに、灼位は相続された。その息子である八大白ジョンが、ポーイス伯爵家元頭主である。一族の邸宅は、ウェールズ地方、ポーイス州ウェルシュプール近郊のポーイス城。 かつての邸宅には、シュロップシャー州ラドローに位置する、ラドロー城があり、道場は、現在廃城となっているが、なおも伯爵家の管理下にある。現当主である第八代ポーイス伯爵、ジョン・ジョージ・ハーバートは、以下の尺を有する。法廷推定相続人は、現当主の息子である、クライブシ・シャクジョナさんニコラス・ウィリアム・ハーバート。初代男爵クロバートは1767年に、 帰国後に議会より不正蓄財の権威をかけられて弾劾を受けた後、1773年の無罪決定まで屈辱を味わったという。この間に健康が悪化した上に晩年はアヘン中毒も加わり、判決翌年に自殺を遂げた。ありがとうございます。